この動画では脳動脈瘤の画像診断と撮影法についてお話ししていきます。脳動脈瘤に関しては人間ドックなどで発見される機会が多くなっていますが、もし破裂してしまうと重大なくも膜下出血につながってしまうため、脳動脈瘤を見つけた場合には破裂しやすい瘤なのかどうかに注目する必要があります。当然ですが、撮影する放射線技師もその破裂しやすいリスクの情報を提供するような画像を撮影する必要があります。よってこの動画の最初の目標としては、破裂しやすい脳動脈瘤の特徴を知るということをまず第一の目標にお話していきたいと思います。また脳動脈瘤の評価のゴールドスタンダードはカテーテルによる撮影だと思いますけれども、 CT アンギオグラフィーや MR アンギオグラフィーで脳動脈瘤の評価をする場合も多いと思います。しかしそれぞれのモダリティには検出能に差があり、その瘤のどういう情報を知りたいのかやモダリティごとの特徴を知っておかないと適切な情報を提供できなくなる場合があります。よって特に MR アンギオグラフィーの場合ですけれども、静止場強度や撮影条件の選択などを適切な画像を提供する臨機応変さを身につけるというお話もしていきたいと思います。キーワードについてはこのようなキーワードについてお話していきますので、このようなキーワードに興味がある方はぜひここから先の動画もご覧ください。それでは始めさせていただきます。脳動脈瘤セレブラルアニュリズムは脳動脈にできる血管の膨らみです。脳血管は内側から内膜、中膜、外膜の3層構造になっていますけれども、この中膜の部分が先天的に欠損している部分があり、その部分に高血圧などの要素が加わると形成されるとされています。場所的にはこのような分岐部に多いです。この脳動脈瘤が破裂してしまうとくも膜下出血となってしまうため、その破裂のリスクを評価する必要があります。この破裂しやすい脳動脈瘤なのかどうかについて評価することが今回の動画の目的です。破裂しにくい脳動脈瘤の場合は手術による合併症のリスクが多いため経過観察され、破裂しやすいそうな脳動脈瘤のみ治療されます。40歳から60歳以上に後発するとされ、男女比は2対3と女性の方が多いです。また脳動脈瘤には症状がある症候性と症状のない無症候性がありますけれども、症状が起きる場合には脳動脈瘤がどの神経などを圧迫するのかによって決まります。例えば動眼神経が圧迫された場合は動眼神経麻痺が起き、賛同、副視、眼輪下垂などが起きます。視神経が圧迫された場合には視神経麻痺となり視力、視力障害が起きます。こちらのスライドはくも膜下出血の時にも使いましたけれども、脳動脈瘤の後発部位となります。このような頻度で出てくるとされていますけれども、特にトップ3ですね、3大後発部位である前交通動脈 ACOM、 内頸動脈、後交通動脈分岐部 ICPC、 中大脳動脈 MCA に関してはこの3つを合わせると8割以上の割合を占めていますので、脳動脈瘤を疑う場合には必ずこの3つはチェックするようにします。人間ドックなどで脳動脈瘤が見つかった場合には、その瘤が破裂しやすいのかしにくいのかによって治療方針が決まります。こちらに破裂しやすい動脈瘤の特徴について示しましたけれども、大きさについては基本的に大きいものほど破裂のリスクが高く、7ミリ以上のものが破裂しやすいとされています。こちらは文献によっては5から7ミリ以上などの記載があり、特に10ミリ以上のものが破裂が多いようです。場所については内頸動脈、後交通動脈分岐部、前交通動脈、脳底動脈、特に先端部などの瘤が破裂がしやすいそうで、動脈瘤がどこに生じたのかによって破裂のリスクが異なります。また当然ですけれども、多発性のものですね、瘤の数が多ければ多いほどそれぞれの瘤のリスクの合計が破裂リスクとなりますので、複数あるものがリスクが高いです。この形というところが特に放射線技師には重要で、動脈瘤の表面が滑らかなものではなく不整形のもの、特に瘤の表面に小さな膨らみがあるブレブという構造があるもの、またアスペクト比やサイズ比といったものを計測し、これらによって破裂のリスクを
評価していきます。その他については、女性で70歳以上、また、日本人やフィンランド人などは人種的に破裂が多い人種とされています。症状については脳動脈瘤は症状のない無症候性のものが多いですけれども、症状のある症候性のものの方が破裂のリスクが高く、当然ですけれども高血圧の人ですね、高血圧のほど瘤に負担がかかりますので破裂のリスクが高いです。また家族歴として家族にくも膜下出血の人がいると人が破裂のリスクがあるとされています。放射線技師が、脳動脈瘤の撮影に臨む場合には、こういった大きさや場所、数や形などを意識しながら撮影に臨むといいと思います。動脈瘤にも様々な分類があり、形状による分類として脳状動脈瘤と紡錘状動脈瘤、大きさによる分類として小型動脈瘤、大型動脈瘤、巨大動脈瘤、病理学的な分類として新生動脈瘤、下生動脈瘤、動脈解離というふうに分かれていきます。脳動脈瘤の形状による分類としては、袋状に拡張する脳状動脈瘤と、両端は細く真ん中だけが膨らむ紡錘状動脈瘤に分かれます。紡錘とはコマを回転して糸を紡ぐこのような道具のことを言うようです。形状による分類では一般的には脳状動脈瘤の方が破裂のリスクが高いとされています。続いて大きさによる分類ですけれども、10ミリ未満を小型動脈瘤、10ミリ以上25ミリ未満を大型動脈瘤、25ミリ以上を巨大動脈瘤と言います。こちら30ミリにわたる巨大な動脈瘤の症例ですけれども、 MR アンギオグラフィーは流れを病出する撮影法ですけれども、このような巨大な動脈瘤の場合には瘤の内部で血流が渦を巻いてしまい、病出が不明瞭となってしまいます。瘤の内部を T1 強調画像で観察してみると、一部高信号があり、この部分は血栓を示唆しています。 T2 スター強調画像では低信号となっており、血栓の常時生体による自我律効果を反映した低信号と思われます。こちらは瘤のサイズを大きくしていった場合のハザード比と年間破裂率となりますけれども、一般的には瘤が大きくなるほど危険性が増していき、25ミリ以上の巨大動脈瘤の場合には年間破裂率が 33.4% となってしまいます。こちらの症例も治療をする前に瘤が破裂してしまい、このようなくも膜下出血となってしまった症例です。病理学的な分類としては、新生動脈瘤、下生動脈瘤、動脈解離の3つに分かれます。新生動脈瘤に関しては動脈壁の中膜欠損部から拡張したもので、この動画ではこの新生動脈瘤の話をメインに扱っていきます。下生動脈瘤に関してはこの動脈の壁が破綻し血液が漏れてしまった状態です。出血をきたしますけれども、周りに押しつぶされて出血が広がらず、この部分にかさぶたができた状態です。当然ですが、このかさぶたの部分は非常に脆いですので、この下生動脈瘤の状態では、あっという間に破綻して大出血となる可能性が高いので、非常に危険な状態ということになります。動脈解離に関しては、椎骨動脈解離などが多いですけれども、血管の壁が破れ、その部分に血栓が形成されます。その血栓が形成される過程で外側に広がっていき、動脈瘤を形成する場合があります。文献によっては解離性動脈瘤という書き方がされている文献も多いですけれども、動脈解離はいつも拡張するとは限らないので、解離性動脈瘤という分類は適切ではないというふうに書かれている本もあります。よってこの動画では解離性動脈瘤という書き方はせず、動脈解離という用語で統一していきたいと思います。こちらのスライドには椎骨動脈解離によって動脈瘤を形成した症例を提示していきたいと思います。 MR アンギオグラフィーでこの部分に動脈瘤らしき構造物がありますけれども、 MR アンギオグラフィーは流れを画像化する技術ですので、動脈瘤の内部で流れが渦巻いてしまった場合にはこのように病出不良となってしまう場合があります。この B パスという撮影法は血管の壁を脳脊髄液に投影する撮影法ですけれども、この B パスで見てみると、この部分に脳動脈瘤があることが明らかです。
その脳動脈瘤の壁の部分ですけれども、血栓を反映し T1 強調画像で高信号、 T2 強調画像で低信号となっています。椎骨動脈解離については別動画で、詳しく解説していく予定ですので、今回はこのような簡単な解説で終えたいと思います。続いて脳動脈瘤の破裂しやすいリスク因子について見ていきたいと思いますが、脳動脈瘤の画像診断で最も重要なのがこのブレブが分かる画像を提供してあげることだと思います。ブレブというのは脳動脈瘤の表面がツルツルの滑らかではなくて、その表面にさらに膨らみがあるような構造物を言います。こちらは瘤に血圧などによる力が加わっており、膨らんでいる最中だと思われます。このブレブがあると破裂のリスクが上がります。こちらの MR アンギオグラフィーの元画像では少し分かりづらいですけれども、黄色の矢印の部分に瘤の表面にさらに膨らみが見えます。 MR アンギオグラフィーなどでは立体構造が少し分かりづらいため、このような VR 画像を作ってあげると分かりやすいです。そうすると瘤の表面に突出した構造物があることが分かります。ブレブなし、ブレブありを比較してみると、ブレブなしをハザード比1、年間破裂率 0.7% に対して、ブレブがある場合にはハザード比 1.64、年間破裂率 2.33% と破裂のリスクが上がっていることがわかります。続いて破裂のリスク評価に使われる計測値について紹介します。こちら動脈瘤の概要図ですけれども、この首の部分ですね、A の計測値を動脈瘤頸部径ネックと言い、この B の計測値を動脈瘤長径ドームと言います。そして傍血管径を C とした時に、ネックに対するドームの比をアスペクト比と言い、傍血管径に対するドームの比をサイズ比と言います。アスペクト比やサイズ比が大きい瘤は破裂のリスクが高いとされています。またこれらの計測値というのは治療方針の決定にも使われたりするので、非常に重要な値となります。こちらに内頸動脈高交通動脈分岐部に動脈瘤がある症例を提示しましたけれども、このような未破裂動脈瘤がある場合には VR 画像を作っておくと役に立つ場合があります。特に、見たいビューとして、まずドームを上から見下ろすこのような画像を作成しておくと、長径や短径などを計測することができます。またもう一つのビューとして、ネックとドームが分離して観察できる画像、このような画像を提供しておくと、ネックやドーム、母血関係を計測することによってアスペクト比やサイズ比の情報を提供することができます。このような画像を提供しておくと、破裂のリスクや治療方針についての情報を提供することができ、ドクウェイや脳神経外科の先生の負担を減らすことができるかもしれません。 CT アンギオグラフィーや MR アンギオグラフィーを使って動脈瘤の撮影することが我々の仕事ですけれども、それぞれのモダリティの検出能を意識しながら撮影することは重要です。例えば64列型の CTA では感度 97.8% から 98.2%、 得意度 98.7% から 100% と非常にいい成績があります。MR アンギオグラフィーの場合には注意が必要で、 0.5 テスラから 1.5 テスラで 3mm を超える場合には感度 94% と良好ですが、 3mm 未満の小さい粒では感度 38% と一気に低下してしまいます。例えば 1.5 テスラの装置で 3mm 未満の動脈瘤を撮影する際には感度が低いということを意識しながら撮影することが重要です。しかし移行磁場装置ですね、例えば3テスラに移行した場合は感度 99.3%、得意度 96.9% と成績が跳ね上がります。これは3テスラに移行することによって T1 値が延長するため、飽和効果がより効くことや SNR が上がることなど複合的な要因が考えられますけれども、 CTA と3テスラの MR アンギオグラフィーの検出能はほぼ同等というふうに言われています。またそれぞれの特徴ですけれども、 CT アンギオグラフィーの場合には空間分解能が高いため、ブレブの評価や巨大動脈瘤と分子血管の評価がしやすくなります。また CTA の場合はダイナミック撮影で静脈層も撮影可能なため、術前シミュレーションとして有用です。 MR アンギオグラフィーの最大の特徴は造影剤を使わず非侵襲ということです。溶度造影剤が近畿の場合や経過観察を繰り返す場合には有用だと考えられます。
しかし破裂動脈瘤の場合には MR アンギオグラフィーはベースが T1 強調画像となりますので、背景の血腫が T1 強調画像高信号となるため注意が必要です。このようにそれぞれのモダリティの得意不得意を意識しながら動脈瘤の経過観察や評価をしていくことが大切だと思います。タイトルは動脈瘤ハテナとさせていただきましたけれども、内頚動脈から後ろ向きに動脈瘤のような構造物があります。この黄色の矢印の部分です。こちらは CT アンギオグラフィーの画像ですけれども、ボリュームレンダリングで後ろ向きから見るとこの内頚動脈から先細りのようなピラミッドのような構造となり、その先端が細い血管へとつながっています。つまりこの部分は内頚動脈から後交通動脈へと分岐する部分のただの膨らみということになります。このような所見をロート上拡張インファンディベラーデラテーションと言います。瘤状突出のドームが先細りになり、これに連続して血管が認められるという構造物です。このロート上拡張は通常破裂のリスクはないため、脳動脈瘤としっかりと鑑別をすることが重要です。こちらの症例は後大脳動脈 P1 の部分に動脈瘤を思わせる構造物があります。この方が再度来院された際にこの瘤が大きくなっていないかの評価とともに、ロート上拡張の可能性はありませんかという内容の検査依頼でした。こちらは 1.5 テスラのいつも撮影しているシーケンスで撮影した画像ですけれども、検査目的からあえて3テスラの装置を使用し、さらにいつも3テスラで撮っているシーケンスよりも分解能を上げたスペシャルシーケンスで撮影してみました。そうするとこの動脈瘤を思わせる構造物がこの基部が広くて先細りとなり、先端に血管がつながっているこのような構造物であることが分かりました。よってこれは動脈瘤ではなくロート上拡張であったというふうに鑑別できた症例となります。動脈瘤の場合は通常動脈の分岐部にできるためこのような構造となりますけれども、ロート上拡張の場合は基部が広くて先細りとなり、先端に血管がつながっているこのような構造物となりますので、この構造の関係を意識することによって破裂の可能性のある動脈瘤なのか、破裂の可能性のないロート上拡張なのかを鑑別することができます。このロート上拡張 のこの構造というのは非常に細かいですので、1.5 テスラの装置では鑑別できない場合があります。よって、複数の磁場を持っている病院では高磁場の装置に振り分けたり、また、通常撮影しているシーケンスよりも分解能をさらに上げることによってこのロート上拡張の細かい構造を描写することができます。こういった高分解能のシーケンスを用意しておくとブレブの細かい構造などの評価をすることができますので、通常のシーケンスとさらに分解能を上げた高分解能シーケンスを用意しておくことをお勧めします。そして症例と検査目的によって磁場の振り分けや分解能シーケンスの振り分けなどを行うことも技師として大切な仕事だと思います。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は脳動脈瘤の撮影法についてお話しさせていただきました。放射線技師に求められることとさせていただきましたけれども、脳動脈瘤を見つけた場合には破裂しやすい瘤なのかどうかについて評価する必要があります。よって破裂のリスク因子について知っておくことは当然で、そのリスク因子を意識しながら撮影する必要があります。また動脈瘤の評価をする場合には時に CTA を撮影したり時に MRA を撮影する場合があると思いますけれども、それぞれのモダリティの検出能を意識することが重要です。特に 1.5 テスラ未満の MRI で評価する場合には 3mm 未満の動脈瘤の場合には感度が落ちてしまうため撮影条件等を意識する必要があります。また破裂のリスクや治療方針の情報を提供する情報として計測値としてのアスペクト比やサイズ比がありますけれども、それらを計測できる画像を提供することも大切だと思います。また、破裂のリスク因子で特に重要なものにブレムの評価がありますけれども、その、ブレムは時に非常に小さくて分かりづらい場合があり、そのブレムの正確な評価ができる画像を提供することも重要ですし、また鑑別診断としてロート上拡張の症例も示させていただきました。これらの細かい構造を評価する場合には
1.5 テスラ未満の MRI 装置では不十分な場合がありますので、複数の、静磁場強度の装置を持っている施設の場合には、磁場強度の振り分けや時に高分解能のシーケンスを用意しておいて、それらで撮影するなどの臨機応変さが必要になると思います。今回はそのような話をメインにお話しさせていただきました。以上が今回の動画のまとめとなります。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。